2本目はオリジナルシューティングゲームクライング、ロンドザ C8283、 通称アバロンと呼ばれる惑星。ここに移民した地球人に危機が訪れた。バイオハザードにより生物が凶暴化したのである。戦闘機の周りを回っているのがオプション。オプションは同じ色のアイテムを取っていくとパワーアップし、より強力な攻撃ができる。違う色のアイテムを取るとオプションの攻撃方法が変化する。自動的に敵へ向かってレーザーが飛んでいくものなど、その独特の攻撃を使いこなそう。またショットボタンを押し続けているとエネルギーがたまり、特殊な攻撃ができる。そして何より楽しいのは2人同時プレイができることである。4種類の戦闘機の中からうまく組み合わせてプレイすれば面白さも2倍。ところでこの戦闘機4種類は大きく分けると昆虫タイプと魚タイプがある。選んだ戦闘機の種類によってもオプションの攻撃形態が変化し、全く新しい攻撃ができる。ショットのパワーを貯めると磁気の周りに丸くパワーが集まってくるが、これはバリアにはならないのでご注意を。惑星アバロンには生物が巨大化し行く先を塞いでいるものもある。早めに破壊しないと身動きが取れなくなるぞ。オプションの特徴はもう一つあり、敵の弾を消すこともできる。磁気の動きと反対方向へ動くので、うまく操作して弾をかわすのがポイントになってくる。なお開発途中のためバックに流れる音楽は未完成のものです。メガドライブ用ソフトクライングは6000円で10月30日発売予定です。